カーブロネロで、はい、えっと、株は四十センチちっちゃけ、はいはい、ちょっと気になってるのが、はい、この。が狭くない、ね。狭いですね。これは何か意図があるんですか。はい、これは、見ていただいたら、こう、わかると思うんですけど。太陽熱消毒を、あそこの端まで、全部やってるんですよ。はい、で、ここ。うねはをもっと広くするためには。あの、重しだったりが、結構大量にいるんですよ。 でここ武井さんぐらいこう技術があればまた別だと思うんですけどまっすぐに耕せてあの作れたとしても畝がネズミがめちゃくちゃ入ってくるんでモグラとすぐボコボコになるんですよ。でで結局ピンとれれてたものがこうずれるんですねっていうのもあっとこうさっきの重さ 風で飛ばないようににするためにある程度の重しが必要なのでここをトラクター走ったらもう真横で同じ幅で走ってっていうのをこう続けてるんですよそうするとこう1枚こうビニールを貼ったらこっちもビニール貼って重ねて終了みたいな 2> で、えー、と2つのビニールを1つの作業で割らしちゃいたいっていうですねでこれををううねまを広げようとすると もっと場所がいるんですね、うん、だから多分これの3分の2ぐらいの栽培面積にしたら多分もっと畝間も広げられるんですけどそうするとあのー、2つの畝で一つの作業で終わらせられるのがあのー、終わらせられなくもなるんですよ。じゃあ,ウ<ネ>あのなんか1メータータ取って,て<ー>で例えばこういうカーボンネロとかさケールの幅、はい あるでしょ。はいはい、まあだいたいあのー、まあ1メーター取るようにしてるんです。はい、なんでかっていうと収穫スピードが全然違う、ね。やっぱそうですよね。うん、それもある。だからなんかあの野菜踏んじゃったりとかさ。ああそうですね。なんか収穫するのに気使っちゃうとか。はい。あと例えばこっちがさ朝露、うん、で濡れててさ、うん、しゃがんだらさ背中が濡れちゃうじゃん。そう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 。なのでそこも 減らしした方がいいよような木ももちろんんてるんですよだからこう重ならないようにやっぱりもう少し広げて。一回の試しにさ、はい、あのこのバージョンと広めバージョンもやる、はい、ああもちろんね、うん、あの場所によっては広めに取らないと腫れない場所があったりするんですよこうやっぱ障害物が前にあったりとかするところは。うん、もちろんその方が作業はやりやすいです。だから結局 あの種をまいて野菜を作るとこじゃなくて結局作った野菜を売らないとダメじゃん、はいはい、だからその売るとこまでを一つの、はいまあ、作業の流れとして、はい、まあ栽培することで考えておくとうんだってあの収穫してさもたもたやってると鮮度も落ちちゃうわけでしょだからやっぱそういうとこも考えるともうちょい広い方がいいのかなとはちょっと思った。 これビーツ。あ、そうです。これはあの丸いやつ、デトロイト。あ、そうですね。形がね、今年はもうとても悪いですね。もう見ての通り。ビーツはあのどのぐらい作ってんですか。品数っていうかあの品目？品種？品種は七、七。七も作ってんの？はい。何作ってんですか。えーとこのデトロイトと。まず赤い丸だよね。はい。 それとあのちょっときつめの赤、うん、あれもらった種なんですけど、うん、バ,バルズブラッドと黄色2つと渦巻き1つと古代種1つと,、えー、とあとは天才1つでです例えばあのこのビーツとあっちの赤の濃いビーツって、はい、もちろん品目が違うわけじゃないですか。そそうですねで売る時にそんだけ、はい バージョンを持ってると、はい、まあある意味いいんだけどな、はい、なんか売りにくくないですかえうど,どういった意味です、はい、赤いビーズが何種類もあったらさ、はいはい、例えば売る時にああれはねあ,あっちの濃い葉っぱのやつは、はい、こうもらった種でちょっと植えて実際どうなるかをやってるぐらい実験なのね、はい、あれだけじゃ売れないもんね。ちょ,はい、ちょこっとだけなんで実際なんか葉っぱがメインの品種らしくて。 やっぱもう見た通り葉っぱの色がすごいんでえやっぱりこう下の太りは弱くてっていうのがちょっと分かったんでじゃあメインで売れてるはやっぱ赤ですね赤、はい、あと渦巻き渦巻きはまあそこまでやっぱこうやっぱ下が割れやすいんでちょっとそこが気になる渦巻きどのはまあ大体こんなもんこんなもんですねこん,なこんなもん以上ぐらいですかね 小さいのからは出してますけどラブなきってどうやって使ってるんですかオナルさんが僕が調理するといですか、うん、そのままあの綺麗なラインに沿ってこうスライスしてスライスしてまあそのまま食べるかピクルスにするとかあとはまあ蒸して蒸すとちょっと色が落ちるんですけどまあ蒸してそのまま食べるとかあ それかか、まあ、フライとかですか、ねや,っね、やっぱりビーツはさすごい体にいいじゃないですかです、うん、そうですねでやっぱりあのこんだけビーツ作ってると、はい、ビーツを売るための、はい、やっぱストークのバリエーションっていうかさ、はい、それも必要なんですよその一つの食べ方っていうのがあるんだけど、うん、あのレストランなんかだとこのぐらいのラディッシュぐらいので、うん、やったりするでしょ、うんで。こののぐらいいサイズだとあの皮むいてさ どこで切っても、うこうランダムに串型に切っても、うこう斜めの模様が。こう入ってくるんですよ。うそうするとね、こう。角切りみたいのにした時でも、綺麗なんだよね。うだから渦巻きだけが正解じゃなくて、渦巻きを。渦巻きでこう見せるだけが正解じゃなくて、この模様を見せる。あの食べ方を提案してあげると。あの、ちょっとバリエーションも増えるかな。なるほど。お勉強になります。 と思うよ、うん、なるほどなるほどでビーツやっぱしあの今どんどん人気も上がってるし、うん、あのまあおし野菜にしてはあの、まあ、うちも作ってるけどおすすめでやっぱりあのレストランなんかだと、まあ、どこもビーツいらないって人はあんまりいないよ、ね、んビーツいいと思いますあのハウスでも作ってますあちっち見せてください